本日はポニーリーグ武蔵川越ブレーブス潜入、トップレベルで特殊な練習法で話題となっています。一体どんな練習法なのか、どういう方針なのか、特殊な練習法にしている理由などセキララに話していただきました。これは指導者の方ぜひとも必見です。考えが変わるかも。はい、どうも、ショイTVです。お願いします。というわけですね、本日は、武蔵川越ブレーブスという、ポニーリーグですね、チームにやってきました。普段ですね、僕が平日、宝ベースボールアカデミー川越校というところで、野球を教えているんですけども、スクールの、塾長が山本仁さんという元ヤクルトドラフト3位で、吉典さんと同期入団と、お話ししたんですけども、その山本さんが監督を務めている武蔵川越ブレーブス、今日は来ております。テリオヘイさん、はい、実は武蔵川越ブレーブスは今年できたばっかのようなんですよね。そう4月から、室内練習場も4月から、できていて、はい、スクール生めちゃめちゃ入ってるんですよ。ああ、なるほど。駐車場とか拡張したので、また再募集始まったんですけど、小学生はもう再募集してももうすぐに定員になっちゃったっていう感じで、中学生が募集してるということなんですけども、武蔵川越ブレーブス本日体験会でもあるらしいんですよ。小学6年生一応ね、多分上限10人っていう風に、1日の体験10人っていう風に決まってるらしいんですけど、10人いきます。わかります。すごいですね。やっぱ体験会大体10人来ないイメージあります。そうで、なんでそこまでこのチームに、まあ、来るのかとか、何が良くて集まってるかっていう、まあ、いろんなチーム回ってる中でたまたま9日に集まったのかなっていう感じもするような気もするんですけど、理由とかもちょっと聞いてみたいなと。まあ、練習法もちょっと変わってるって聞きました。まあ、その辺もあの監督の山本さんとか、まあ、コーチの方に聞いてみたいと思うんですけど、まあ、監督、コーチ、みんな元プロです。ちなみに。NPB だし、独立リーグだし。という方々が、まあ、教えてるので、まあ、それも一つあるんですかね。理由としては。まあ、とにかく、この練習法をまず見てほしい。もう一番最初の、この、グランド挨拶した後から見てほしい。これは、小学生の野球やってる子ら、プラス、中学野球をね、今やってる人、野球ファンの方、必見だと思うので、お付き合いください。それでは行きましょう。はい、おはよう。おはよう。またこうやって何回も言うけど、財団生、体験生が、ね、これからたくさん来ます。俺はいつも言ってる嫌いなこと、先輩だからっつって大きな態度取らない。先輩が気を使ってあげる、じゃないと体験生が何もできなくなっちゃう。なので君たちが最初来た時の気持ちを思い出して、君たちがどんどんコミュニケーション取ってあげて、いい雰囲気で楽しく体験生ができる環境を作ってあげる、先輩がね。で、その中で君たちはこだわるものがあるので、どんどんこだわってやることで、体験生は、今日いっぱい来てくれたね。ちょっとトレーニングが最初中心になると思うので、しっかりと、頑張って、必要なことなので、多分すごいトレーニングいっぱいすると思うので、しっかりとちょっとプラスになると思うので頑張ってください。まあ、一番は楽しく、先輩方みんな優しいから、ね、しっかりとお話しして、ね、楽しく過ごしてください。で、君たちは、目的があるみたいだよね。やっぱり足を速くする、動きを速くする、体を強くする、アップからどんどん取り入れていかないと、置いていかれちゃうよ。そこはしっかり高いモチベーションを持って、今まで通り意識の高いトレーニングができるように。で、残すとこもうほんと数回しかないよ。土日、今年ダラダラしてると一瞬で今年も終わっちゃうし、一瞬でもう次の大会になっちゃう。で、その時間をしっかり有効に使っていかないといけないので、無駄のない一日を、しっかり過ごしていきましょう。いいですか。はい、はい。じゃあ元気を出して盛り上げていきましょう。はい、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 じゃあ行こう。いつかい、いします、いします。最後、はい、はい、どうも、ショイTVです。よろしくお願いします。そして本日、武蔵川越ブレーブス取材ということで、監督の山本仁さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございます。いいえ、とんでもないです。宝ベースボールでいつもお世話になって、今日はあの別でチーム取材ということで、ね、また一つ違う顔という形でね。そうですね。
まだあっちの顔がまず出てないんですけど、今後あの室内練習場でどういうことをやってるかっていうのも投稿しようと思ってますので、はい、そちら見てほしいなと思います。まあ、初めてあの来させていただいたんですけど、チームにあの、まあ、雰囲気最初良かったなと思うんですけど、はい、チームはい、はもう今年からですよ。あ、今年から、今年のもう1月から1月からもう募集をかけて、1月ぐらいかなかなに本格的にちょっとチームとしての活動を始めたという形です。はい、コーチとかはさっき、まあ、もう5人ぐらいいらっしゃったじゃないですか。はい、はもともとなんかそういう、そうですね、もともと一番最初今ヘッドコーチの子がもともと最初からちょっと知り合いで一緒にやってみないかっていう、うん、最初はもう2人でしたよ。あ、2人だったんですか。もう最初2人です。もう2人でどうするかっていう、毎日頭抱えて、はい、もう子供たち面倒見なきゃいけないってなるから、はい、まあちょっと大変でしたけど、はい、そっから紹介紹介でもういろいろと皆さんちょっとありがたいことに足を運んでいただいて、今はもう5人6人ぐらいはいるんですけど、はい、そうですよね。あ、このチームは募集はその普通にネットで来て、そこから知り合いつながりでこう増えてきたっていう感じ。そうですね、もう最初は大掛かりな広告っていうのがやっぱりなかなかちょっとみんな疎くてできなくて、うん、だからどっちかというともう本当にホームページ、もうインスタグラムであったり、もうそういう、まあ要は最近でいうメジャーなことをやって、はい、はい、もうありがたいことに本当20人を超えていただくね形になってもらったんですけど、はい、広告的にはそんなに大々的にはできなかったですね、最初は。そうなんですね。じゃあ山本さんもこうインスタとかこうしっやってて、そうだ、僕全くできないんで、できないです。もうあと全部任せて、任せて、任させてっつってもうできないんでそういう感じだったんですね。まあ僕らはあのいろんな中学 の、はい、あの公式チーム回ったりしてるんですけど、はい、なんかちらっと聞いたのはちょっと特殊な練習法だっていうふうにちょっとお聞きしたんですけど、はい、ヤクルトの選手じゃないですか、はいはい、そのプロで培った知識をとか、まあその他もろもろあると思うんですけど、そこで得た知識を出してるから今のその別のチームとは内容が違うってことなんですかね。その一番はやっぱりその自分が逆にプロでやってきたこととか教わってきたことがちょっと間違いじゃないのかなっていうのを疑問視してからの始まりです。全ては疑問視、そうです。だからそれが全て間違ってるとも思わないし、全て正しいともやっぱ思えない。やっぱ今は今の時代のいいものがあったり、昔は昔のいい時代のものが絶対あるから、残しながらなおかつアップデートしながら、やっぱ今の子供たちの、現代の子供たちの時代に合わせたニーズのやっぱりやり方とか取り組み方、意識の仕方をやっぱ今はどん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 取り入れた方がいいんじゃないかなっていう形で、その点で言うとやっぱり特殊っちゃ特殊なのかもしれないから、まあ、昔でいうね、厳しい根性とか、そういう部分も確かに大事だけど、やっぱそこをじゃああからさまに 100% そこに乗っけてやるよりかは、自然とそこが身についてくるようなやり方であったり、コミュニケーションの取り方とか環境とか、うん、そこをまあもっともっと子どもたちにそこ乗っけてあげないといけないし、強制さす部分ではないと思うんですよね、うん、はいはい、まあ、そこは一番ちょっと大事にしているところかなっていう。だから特殊って言えばもう本当細かく言うなら特殊だと思います。あのアップから感じたんですけど、はい、揃ってランニングがないなって、まあ、高校中学小学校中学校絶対やるじゃないですか、みんなでやるじゃないですかやるね、 HHC って声合わせてやるじゃないですか、うん、それもやっぱりその、まあ、別の練習法に置き換えられるなっていう感じですか。そうですね、全員を声を揃えて綺麗に走るっていうのは、まあ、一見チームとしていい風景であったりいい物事なんです。これはもう否定しないし必ずいいことですけど、ただやっぱり一番はウォーミングアップっていうのはもうそこからトレーニングが始まってるから、やっぱり自分のことを、体のことをやっぱりもう向き合わすためには、やっぱもうこの中学生のうちからどん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 やっていかないと、なかなか高校行ってじゃあ一人でドンって言われた時にあれどうすればいいんだとか、あれ自分の準備の仕方ってどうなんだろう、どうすればいいんだろうが、やっぱ高校で出ちゃうともやっぱ遅いですよね。そうですね、めちゃくちゃ遅いですやっぱり。確かに。そうだからまあその一種のパフォーマンスとしてみんなで声を出して足を揃えて綺麗によっしゃっていうのはそれ絶対大事です、大事ですけど、一番はやっぱり自分の体を見つめささなきゃいけないので、まあ、そこはしっかりと時間を取ってあげて、自分自身で自分の体と見つめ合いながら、怪我のない最高の準備をしながら、パフォーマンスを出すための練習に入っていくという形で、まあ、子どもたちには時間を与えてしっかりと準備してもらうっていうのを取り組ましてますね。本当見てて高校とか大学がの人がやってるんじゃないかレベルの、やらされてる感がない、自分からやってるっていう
のを感じて、そうですね、それはやっぱり山本さんとか他の方の指導で自分で進んでやれとかそういうことですもんね。そうですそうです、もうね、あんまり押し付けない方がいいですよ、ついてこないですよね、うん、子供たちは、うん、そう、やっぱりね、自分自身が責任だよっていうのを常に普段から言っておければやっぱり自分でもやろうっていう意識がだん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 芽生えてくるし、最初から持ってる子なんて誰一人いないから、やっぱそこを芽生えさせてあげる環境でやらすことが一番いいだろうし、まあ、結局はね、自分の野球なので、そう、選手一人一人の、そうですね、そう、まあ、我々がね、強制してこうやらして、じゃあ将来ポンって外に出した時に、じゃあそれが果たして成功するか成功してないかなんて分かんないから、うん、だったらね、自分自身でこう常に向き合わせた方が責任だって自分で取れるし、やり方だって自分だって選べるし、そういう時代であってほしいし、今はむしろ昔と違ってね、多分選手らもいろんなチームを見てきて、うん、いると思うんですよ。体験にいろいろ行って結果的にブレイブスを選んだと思うんですけど、はい、なんかブレイブス選んだ理由とか聞かれてますか？いや、なんでブレイブスを選んだかっていう、いや、どうなんでしょうね何を基準にしてるのか、まあでもうちの練習がちょっとレベルが高い、うん、基本的には、うん、ちょっとトップレベルの練習をやっちゃうので、まあ、そこはあんまりこう選手に合わせたとかそういうのじゃなくて、やっぱりこうできなくてもやらす、全く分かんないけどやらしていくっていうんで、自然と覚えてもらう、3年間かけてもらっていいんで、しっかりそれが身になってくれればいいので、まあ、そういう練習の部分でももしかしたら決め手になってる子たちの方が多いかもしれないし、うん、もちろんさっきね、翔平君が言ってくれたみたいに雰囲気の良さとかこういうのもやっぱり、ね、一つ決め手ではあるのかなっていうのは、もう選手たちはここはあんまり僕はあんまり聞かないです。あ、聞かないですか。でも楽しいとは言ってますよ、みんなやっぱり土日がすごい楽しくて疲れるけど、監督怖くてね、ガミガミ言われるけど、それでもやっぱり野球するのが楽しいっていうのはね、まあ、一番はあと選手をやっぱり主役でやらしてるっていうのが一番じゃないですか、うん、やっぱりそうですね、はい、やっぱ監督さんが怖すぎてこう怒鳴られたりすると、やっぱ監督主導のなんかあれになりそうじゃないですか。間違いないです、はい、間違いない、うん、そこを自分でやらすっていうのは、まあ、自主性も上がると思いますし、そうですね、そういう部分で、まあ、高校大学上がっても、うん、ね、中学でね、やってきた練習法とかって絶対そこでも大事だなって実感すれば、高校でも間違いない、大学でも、はい、他のなんかね、別のとこから来た子らがやってない時に、まあ、一人で黙々とやれるとか、そういう知識がめちゃくちゃ大事、それ大事、知識が大事、そうですよね、もう全ては知識です、本当に、うん、もっと勉強しましょうと、指導者だからこそ勉強しましょうと、そうです ね、今の知識とか今の材料だけで満足するんじゃなくて、やっぱ子どもたちの育成も担ってる以上はやっぱもう大人がどんどん勉強していって、それをどんどん取り入れていって、子どもたちのいい環境でやっぱやらせてあげる野球を、うん、せっかく野球のね、運動の中の野球を選んでくれてるので、やっぱそこを、なんだろう、僕よく言うんですけど、やっぱその運動をギャンブルにしてほしくない。この子は成功したよね、この子はやっぱり失敗したよねっていう、そのじゃあ材料が全く分かんない状態で、成功したから成功、失敗したから失敗って、ただそれで終わってるじゃなくて、やっぱりこのどんな選手でも、どんな特徴のある選手でも、やっぱ必ずそこに能力を上げる材料っていうのを必ず提示してあげないと、そこはやっぱりギャンブルになっちゃうので、本当に、うんうん、運動自体がそもそも勘違いしてる子も多いし、野球選手だけどそもそもジャンルで言うと運動なので、うんうん、スポーツなので、やっぱ運動能力を高めるためにはこういうトレーニングしなきゃいけないとか、こういう考え方持たないといけないよとか、まあ、そこをやっぱりどん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 提示してあげないとダメですし、ただ野球だけやらせてても全く意味がないし、うん、そこは大事にしてますね、うちは。スクール見ててもすごい感じるんですよ、あんまりねノックってあんまやんねえじゃないですか。ノックやんないですね。ノック全然やんないし、そこを見ててやっぱりこの動きとかそういうところで、うん、まあ、僕もあの動画で一丁前に出させてもらってしたんですけど、ありがとうございます。まあ、いやいや、そのやっぱその動きとか、まあ、頭で考えて体で体現するとか、そういうところで、はい、やっぱできない草野球人もちょこちょこいたんですよ、実際にやらしてみて、はい、やっぱりそれって、まあ、小さい頃からやってればできて、教えに対してすぐに同じようにできるとか、うん、体現できるってね、そうですそうです、うん、そういうところも関わってくるんじゃないかなって感じますし、いやいや、もちろんですよ。練習メニュー一つに対してもなんか必ず意味がある練習をやってるんだなっていう、そうですね、はい、まあ、基本的に今言ったみたいにやっぱ運動能力を上げるっていうのが一番大事なんです、基本的には。そう、その中の野球の技術なんで、日本って技術先行型でしょ、日本の国って。なぜか、でもこれはこれでめっちゃいいことだし、素晴らしい国だし、素晴らしい考え方だけでいいんですけど、やっぱよその国とかアメリカとか見てみると、まず野球をほとんどやらせないんですよ。もうどんだけ本開いても、どんだけ動画見ても、やっぱりそこはもうアメリカとか向こうのドミニカとかの動画とか、そういうの見ても野球やらしてないです。常に
アジリティとかそういう運動能力を上げることばっかりやらしてるんです、うんうんうん、でそうして初めてグラウンド出た時に野球をやるっていう、だからみんなグラウンド来たら野球をやれるっていう考えがやっぱそもそも日本がちょっと硬いのかなっていう、うんうん、そうだからそこはグラウンドじゃないところでもぶっちゃけボールがあれば野球はできるわけだし、バットがあればね野球の技術だってできるわけだし、やっぱ、うん、でもやっぱりそのグラウンドに来た以上は野球をやりましょうじゃなくて、そこでもやっぱり運動能力を上げることを第一に考えながら、せっかくグラウンドいるんだからそこでしっかり野球をやっていきましょうねっていうバランスですよね。やっぱりどっちかというと8割なんですよね。8割が技術に日本がなってるというか、アメリカ逆なんで、アメリカ8割フィジカルなんで、あやっぱそのフィジカルの大事さ、そう僕はそれを取り入れてるっていうよりかはもうやっぱ納得しちゃうというか、ああですよねって、やっぱ活躍してる選手、いい選手っていうの条件って身体能力高いです、うんうん、そもそもどんくさい子いないし、うん、プロ見ててもメジャー見てても、まあ、まずどんくさい子はまず上では戦ってない、だからどんだけ太っちょでもね足が速かったりとかあるでしょ、はい、そうです、だからそういうのがなんかこうみんな勘違いをしてる、身長ちっちゃいから遠くに飛ばない、体が大きいから足が速く走れない、いや伸ばせれますよっていう、そこ伸ばす材料をちゃんと指導者が提示してそれをしっかりやってもらって能力を上げていってもらうっていうことをちゃんとこのフィードバックしながらフィードフォワードしながらうまくコミュニケーション取りながらやれれば絶対に子供って変わってくるんで、うんうん、はい、そこはもう間違いないと思います。ただ身体能力がめちゃくちゃ大事になってくる。たくさんね今話いただいたんですけども、はい、ちょっと話を変えて、はいはいはい、普段何曜日活動されてます？基本的には土曜日、日曜日、祝日、土日祝、はい、もうこの大体2日土日がメインとなってますね、週に、はい、なるほど。で平日の自主練みたいな夜間練習とかって、ブレイブスは室内練習場で自主練習っていうのを一応少しスペースを空けてそこを開放してあげるという、で基本的に私はそこはもうノータッチです。理由があって僕が手出しちゃうと自主練習じゃなくなるので、うん、自主練習って一番上手くなれるんで、特に技術面では、なのでその自主練習は必ず僕はノータッチで安全面の確認だけしてあげて、もう伸び伸びとそこは自分の能力高める時間で使ってねっていうのを中心にやらしてますね。僕その本当一部ぐらいしか多分スクールで会ったことないんですよ、はいはいはい、その他の子らはちょっと場所が遠いとか、そうっすね、なんかそういう感じなのかなっていう、あとは塾とかなんかそういうのがあって平日は行けてないのかなってなったんですけど、そうそうそう、それもあると思います。やっぱり全員がやっぱりそのやりたい気持ちは絶対あるんだろうけど、なかなかこの私生活の時間の作り方とかはやっぱりなかなか難しくて、自宅の方でうちのコーチ陣がこういうことやっといてねっていうのをコーチ陣が必ず提出をして、自主練習にそこは家でもどこでもできるようなものをちゃんと提供してやってもらう、あとはもうそこは選手と、ね、指導者の信頼関係なんで、そうです、ね、そう、そこはもうやらなかったら全て自分に返ってくるだけだし、そこをやればやるほど自分が上手くなってる自分が見えるから、まあ、より選手もやってくれるというか、自主練習にこうちゃんと意欲があるというか、そういう選手は非常に多いですね、うちの選手たちは。横でやっぱ練習してるなっていうのを感じるんで、ちょっとね意識違いますよね。そうですね、ちょっともっと遊ぶかなとか、そうそう、ね、ふざけんのかなって、僕もちょっとチラチラ見ながらやってても、うん、めっちゃ真面目にやってるんですよね。そうです、意外と毎日来る子もいますもんね。毎日、はい、もう紙に書いてもう自主練は絶対毎日するって決めてる子もいるから、まあ、そういうのもやっぱりね、そもそもその子の考え方もあるんだろうけど、やっぱりそのいい考え方でやれたっていう、やってるっていう、行ってるっていうのが絶対将来つながってくるんで、うん、なかなか中1中2でそんな意識でやれる子ってなかなか出会ったことがないというか、これが今うちチームほぼ全員なんですよね。あ、本当ですか。レベルが高いというか、もちろん能力はねまだまだね、これからなんで中学生なんで、ただ意識がね高すぎるというか、意識高ければあとはもうやるだけなんで、そう意識がない子がやっぱり今多いじゃないですか。やっぱりやらされてるとか、はい、自分からやってるって感じがしない子が多いなって感じするんで、ちょっと怖いぐらい、あ、本当ですか、高すぎて。だからもう褒め倒してる、あ、褒め倒してる、本当にもう、そうよく言ってますもんね、スクールの、 休憩の時もね。そう、なんかこんなできるもんかねっていう、もう僕が中1の時なんかではもう考えられないです。もう暗いもんなんだよ、この子たちの方がよっぽど立派です。教えとかそういうなんか中身、ただこういう練習しろっていうわけじゃなくて、そんな多分中身とかもちゃんと理由とかも多分指導者の方が伝えてるからっていう、分かりやすくて、あ、こういうことかって自分多分ね、インプットしてそれをなんか実際にやろうっていう感じで考えて入っていけるような土台作りをコーチ陣の方がされてるからっていうのもあると思いますね。コーチ陣には感謝ですよ、本当によく勉強してくれてるし、で、ね、まあ、僕に怒られることもある
あるけどもコーチもやっぱりまだまだ僕はもう結構中学生のあれをねありがたいことでもう十何年続けさせてもらってるんですけど、はい、初めてのスタッフが多いしやっぱり、はい、それもやっぱりこう分かんない中で、まあ、僕が教えながらこういうコミュニケーション取ろうねとか今お前その言い方はお前子供傷つくぞとか、まあ、そこも言いながらやっぱりこのコーチたちにもこう刺激を与えながらやってますけどでもやっぱり最終的にはコーチに感謝ですよ僕が今こうちゃんとね自分がやりたいことをねやれてるのはやっぱコーチのおかげだしもちろん周りの環境の人たちのおかげだし、まあ、そこはやっぱり絶対揺るがないしそこは絶対に曲げないですね感謝してもしきれないぐらいの環境だし子供たちがそれにいつ気づいてくれてもっと一つ上の二つ上の人間になってくれるかっていうのも楽しみですけどねはいありがとうございます今日はあの体験会ということで、はいはい、あの小学6年生ですかねそうですねの体験に来られてることなんですけどなんか多いっすよね結構いやもう一日で10人でまたね明日とかも来たりとか来週来たりとかって、まあ、結構本当に皆さんありがたいねことに足を運んでくださってるんで、うん、どういう考え方でやれるかっていうのはもうそれはもう子供とね親御さんとかのね、うん、あの見方とか考え方もあるので、うん、そこはやっぱりうちのチームはこうですよっていうのを理解させたいのでやっぱり、うん、じゃないとあのなかなか入ってからも子供たちも迷ったりとか親御さんとかもちょっと不平不満が出たりとか、うん、でもううちはこうですよって結構さらけ出しちゃうんでそれに合わないならやっぱうちではないですし冒頭にも話したけど環境とかそういう考え方意識ここに関してはやっぱりすごいおすすめできるようなチームでもありますし、うんはい、もちろん技術に関してはもうコーチ陣もすごいいい材料を持ってるのでそこをしっかりと子供に合わせたニーズに合わせたようにやっぱり提供してあげて何でもこうひとまとめにするんじゃなくて、うん、この子はこの子この子はこの子っていうので教え方声のトーン伝え方とか変えたりとかできるようなコーチも揃ってるのでそこは非常にいいと思いますよそうコーチの方の経歴というか、はい、もうなんかさらっとでいいんですけど、まあ、一応ヘッドコーチが、まあ、横田っていうね元ヒートベアーズのああベアーズ、はい、ベアーズですね、まだ若いんだけど、ね、キャッチャーで、ねうん、その僕もキャッチャーの知識はねあのそこそこあるんですけど話をしてじゃあその横田君にどういう指導していくのとかって話したらやっぱりいい考え方でやってくれてるんでもうキャッチャーとかほぼ任してますあとは、まあ、一応バッティングを中心にちょっとお願いしてる、うん元日本ハムファイターズの岸田と岸田とコーチにもうバッティングも僕もやっぱり理論的なものとか考えとかはあるんですけど、うん、話をしたらもう岸田と君も言ってましたこんだけバッティング合う人初めて会いましたと同じ考えで僕も初めて会ったよっていう他に出会ったことがないよっていう、うん、もう2人で意気投合しちゃってでも最初は自分のね仕事もあったんですけど、うん、ブレイブスにちょっと月1回からスタートしてそれがどん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 話していく間に本人もすごい熱が出ちゃう、うん、やっぱ熱い子なので岸里君も、うん、じゃあもう今ほぼ毎週のようにほぼ来られてる、ねはい、もう来ていただいてただ甘えちゃダメなんだけどね、まあ、甘えちゃダメなんだけど、まあ、そこをしっかり来ていただいてる時甘えてバッティングが任したよっていうのをもうだから僕もほぼバッティングはノータッチでバッティングは岸里コーチ、はい、キャッチャーは横田ヘッドコーチという形でアドバイザーとして元ヤクルトスワローズの増渕さんっていうあ増渕さんですね、はい、家庭のこともあるので家族も持ってるのでなかなか顔は出せないんですけどそこはたまに来ていただいてピッチャーなり全体とか子供たちによく話をしてくれて、まあ、すごいありがたい存在ですしやっぱり、うん、なかなかね来ていただけないのがちょっと残念ですけどそれもね仕方ないので増渕さんはその宝ベースボールの上げおこをねやられてます素晴らしいお話を聞けてありがとうございましたいえ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 もっと喋ろうか今もう20分いってるでしょ今25分でしょ10分で終わらすつもりだったんやけど30分近いんじゃないかなと思って、まあいい動画にしようぜそうですね次のね今の新6年生も見て興味を持ってくれて来てくれればいいから早めで結構俺そういうとこあるよ、うん、体験会って例えばインスタで体験会いついつやりますって言った人しか来ちゃいけないんですか、はいはい、いやいやもう基本的には伝え方もちょっと良くなくて捉え方も多分ややこしくなるんですけど一応あの日から体験会っていうのをこっちは始めますよっていう意味なのでこことここだよっていう限定で歌ってるわけじゃないのであなるほど、はい、都合のいいところでいつでも問い合わせしてもらって遊びに来てもらう感覚でいいのでもう全然それは遠慮なく問い合わせしてもらえればこっちはもうウェルカムなので、はいはいはい、いいですねグランドの場所はなんかやっぱいろんなところを借りてるんですか、はいはい、そうですね今はちょっと点々と、してます高校のグランド借りてグランド借りたりとか、うんうん、やっぱ市民グランドちょっと、お借りしたりとか、うんうん、っていうのがまあ中心になるんですけど、うんうんうん、ただ今後グランドを作る予定ではいます、はい、いやもうだいぶ話してもらったんで長々ありがとうございますいえいえとんでもないです多分30分いったでしょピッタサージですでしょほらほらいいねやっぱ足らないねこれだと毎日スクール終わった後にやってる
ね、話してる時間と変わんないから、ね、そうですそうですそうです、うん、これ終わって大体10時半ぐらいまでは野球の話で、だからあそこで本当は回したいんですよ置いておきたいんですよカメラ、あそこの方がね、ちょっとなんで本音というか、なんかこうちゃんとした、まあ、今も本音だけど、はい、そう本音だけど、そのもっとこう自然とね出てくる言葉の方が多いから、マスが今度このそうです ね、 ねこれ持ってきたら多分話してくれるんじゃないかなってちょっとあの、ね、選手の取材させてもらいます、そうですね、はい、はいはい、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、レッツゴの「思いを乗せた決めだ」